本当にたくさん思い出があるんですけれども,も春馬さんはきっとどのところに行ってもみんなが気持ちよく場が流れていくというかあの正直に申しますと足りないじゃないかって思いますなんで春馬君がここにいないんだろうって。あの 2年前に撮影を行っていよいよ今日初日を迎えられてあの皆様にお届けできて本当に嬉しく思っていますありがとうございます柳楽さんもおっしゃってましたけれども2年前に撮影をしていて公開するまではやっぱりあっという間だなという思いとあと今日この日が広島に原爆が落とされた日ということでそんな日にこの映画が公開できることがとても意味のある。 日にななったたと改めて思いました共演を振り返ってみてどんな感想があるのかまず聞かせていただきたいと思いますえっといや本当にたくさん思い出があるんですけれどもそうですねあのもう本当なんか3人でとか,か監督たちと食事に行ったりとかっていう撮影していない時もなんかこう距離感がこう役柄に似てるような。 感じで、えー、なんかすごい印象に残っていること、すみませんたくさんあります。はい。いろんなお話しされたんですよね、きっと。そうですね。えー、たくさん話しましたね。いろんな話しましたね、あ、はいまり。うん、京都ロケに行ったりとかもして。そうですね。たくさん話しました。中でもあの川の 川沿いを僕と春馬く君があの一緒にはな走っているシーンがあったと思うんですけれども、あそこではるま君の体力がすごいタフで、僕がなかなか追いつけなかったっていうのが、なんかこう、キャラクターとちょっとこう、リンクして、僕の中ですごい好きなシーンでした。す、は、す、い、すごい速かったんんんででよよねね走るのが三浦春馬さんがさはもう 体力がすごいあのもう本当にねキャラクター通りなんですけどねどんどんエネルギーで走って3テークぐらい取った時にもう僕覚えてますけどこの長いロケの間ずっとこうタフに木楽君もこう演じ続けてくれてたんですけど唯一3テーク目まで走りきった時にもう無理っすって柳楽 <laughs> 君があの言うぐらいねまあ2人ともすごいエネルギーであの。 抜きつ抜かれつっていうのをあの実際の鴨川の,あのほとりで撮らせてもらったんですけど確かあの撮影の直前にあの地元のすぐ近くの喫茶店の方がかき氷を食べていきなさいってね声かけてくれてそ,うですねそんなこともありましたね,ね <laughs> え現場自体はえ皆さんとても温かい方たちばかりでしたしえ穏やかな雰囲気の中 撮影がが進んでいっった印象があってで私は柳楽さんやあの春馬さんや、えー、田中優子さんとのシーンもたくさんあって科学者の方たちとはあまり会うことはなかったんですけども柳楽さんは一緒に現場にって過ごしていて思ったのがとてもうん 周りを巻き込む力がすごい強い方だなというふうに思ってそれはえと自らこう能動的に動いてとていうよりも,もうそこにいるだけで周りがどんどんこう引っ張られていくその柳楽さんの中心にある部分に勝手に吸い込まれていくような感覚があってなんか空気が変わるってこういうことなんだなというふうに現場でも 思いましたした春馬さんはまたそれとは違ってこういろんな空気いろんなみんなこう個性がある空気をすべてなんかこうなんていうんですか調合してまた新しいものを作ってくれるっていう雰囲気を感じてだからあ多分春馬さんはきっとどのところに行っても みんなが気持ちよく場が流れていくというかそういう空気を作れる役者さんなんだなということも感じました一緒にお芝居をさせてもらっていて二人ともとっても素敵な役者さんだなと思いましたこうしてここにこう立っててで,ですねあの正直に申しますと 足りないいいじゃないかって思いますんで春馬くんがここにいないんだろうってあのそれは悔しすぎるという思いもあるんですね正直このことを僕たちはあのコメントするのとても難しくてあのでも今日はそれをお伝えしたいなと思ってうーんとすごく悔しい気持ちもあるんですけどもただあの見ていただいた皆さんに感じていただけたらあの嬉しいのは本当にこのスクリーンの中に。 え一緒にこう走りきったあのその姿はもう完全にこう残っていてでもう今でもねこうやって僕たち話していても本当にこうリアルタイムにあのお互いを感じながらあの話をすることができるっていうのはすごいことだなすごい幸せだなというふうに思ってますあのなのでえとにかく柳楽君も有村さんも春馬君も,もちろんだしその他のあの方々のキャスト みんなで言いたかったのはもうとにかくどんな難しい状況でも最後はもう生きて生きて生き抜くしかないっていうこと本当にバカみたいにそのストレートなメッセージだけは少しでも皆さんにあの届くと残るとこんなに嬉しいことはないなと思っています。こののの作品ににおいいいてては本当たたくさんの伝えたいメッセージというものがあって え戦時下の話ではあるんですけどもえ当時生きた若者たちがえ未来を作るためにえ懸命に生き抜いていくというまあ話でもあって青春のお話でもあってうーんその未来というのが今は正直先行きが不透明でなかなか考えるのにもちょっと疲労してしまうというか。 そういう状況だとは思うんですけどもそこで考えることを諦めてしまうのは私としては心苦しいなと思うのでう春馬さんもよくおっしゃっていたえ自分たちの仕事役目は想像力を届けることだということを改めてえ自分も えー、皆さんにも考え一緒にこう皆さんと一緒に考えていけたら一番嬉しいなと思います。